そもそも今の日本で起きていること、まあ、僕はコロナになってからいろんなこと気づき出して、はい、いろいろ情報を取りに行くようになったんですけれども、はい、まあ、知れば知るほど、はい、いろんなところで乗っ取られていってるじゃないですか、はいはい、であの法律もいろいろ書き換えられていたりとかしてるんですけど、はいはいはい、まず今の日本のやばいところ、まあ、言い出したらキリがないと思うんですけど、はいはい、なんか今内海先生が特にこれやばいぞって思っているようなこと、なんていうかな、まあ、総論で言うと、はい、日本中を、全部外国に売る、外資系企業を外国人その他そういうふうなものに売るっていう、そういうモデルの中で全ての政治が推し進められてる。で、日本の中で日本人が一番下、日本人を究極的に言うと全部全滅させるっていうか、要は世界の中で日本人を下にしようじゃなくて、日本の中で日本人を下にしようってことですからね、はいはい、世界の中でももちろんみたいなぐらいの感じで、うん、はい、やってるなと、うん、まあ、いうふうに思うんですよね。日本がだから一番狙われてる、世界の中で一番狙われてるなっていうのが私自身の感想なんですね。で、それが、うん、あの格論として法律化されたり、うん、強制されたりいろいろしてるだけだと思うんですよ、うん、だからまあ具体的に言えば種苗法の廃止とかも、うん、でこれ別に外資の種企業が、うん、はいね、利権獲得するため水道民営化したら外資の水道企業が、うん、はい、好き勝手できるため、うん、国有林野管理経営法言ったら国有林を外資が運営して好き勝手できるため、うん、漁業法って言ったら漁業組合を外資が変えて好き勝手できるため、うん、はい、RCEPって言ったら自由平等って言ってるけれども、うん、結局のところ外国系の企業や外国人が日本の土地とか好き勝手に、会社とか好き勝手に変えるため、うん、全部やってる本質は変わらないですよね、まあ、そういうふうに全てが同じ方向を向いている。東京だったら東京メトロの株はまあこれでね、もうあの外資系企業中心に売られちゃうし、スーパーシティ法案でもね、あの結局全部外資の方に税金が垂れ流されるし、とにかく全部同じモデルで進められて、太陽光パネルもそうだ、はい、メガソーラーもそうですけれども、東京で太陽光パネル義務化っていうふうなのも全部東京の都民のためじゃないですもんね。そういうふうになってるんだっていうことを日本人が考えなくなってしまってることに問題がある。政治家がそれをやるのはある種当たり前で、自分たちの保身と自分たちの利権とそれしか考えてないですからね、今の日本の政治家はね。これだけやられたい放題やってるのに多くの人たちが気づかないというのは、やっぱりちょっと前までは、まあ、ある意味いい目を見させてもらったというか、まあ、言うこと聞いてれば、まあ、それなりの暮らしもできたし、うん、っていうところからのその流れがあるからやっぱり気づきにくいんですかね。そうですね、うん、夢を追ってるだけだというのも言えるかもしれないし、サンクコストみたいな感じで自分たちがやってきたことは間違ってないって思い込みたいだけだとか、そういう精神性も働いてるかもしれないし、うん、もちろんそのテレビの、うん、洗脳じゃないけど、うん、もうねスポーツとか、そんなんばっかりね、うん、芸能のニュースばっかり垂れ流して、うん、大事なことは何も言わないとかっていうことも、はい、もちろん関係するとは思いますけども、うん、やっぱりそのアメリカ GHQ が先ほどの話で言った、うん、はい、ここのねこう跳ね返るところを消すためにやってきた、うん、その教育政策が、うん、うまくはまって、うん、でみんな日本人が依存的というか、はい、依存症になっちゃった結果、目先のことだけ考えていればよくなって、依存症イコール目先のことしか考えてない人々でもありますから、そういうふうになってしまって、で、結局、お楽しみだけやって無関心になっていくっていう、そうなっちゃったんじゃないかなっていうふうに思いますけどね。いやでも本当に今日本のお金がとか税金とかそういうものが本当に海外に流れる構造がもう完全にできちゃっていて、あんだけばらまけるのもすごいですけどね。すごいですよね日本人全然歓迎する気ない。この前あの試験民税が来たんですけど、はい、新しく森林環境税をどうのこうので、一人なんかいくら、はい、1000円ぐらい取りますとか、はい、でああいうのも結局森林環境税ってなんか説明見たら、はい、あの森林を守るためとか、はいはいはい、自然を守るためって書いてあるんだけど、はい、いやちょっと待てよと、メガソーラー、はいはいはい、森林伐採して、はい、ソーラーパネル山中につけて、はい、森林壊してるのあなたたちでしょ、はい、っていうことじゃないですか、はい、
もうあれも利権で海外にお金が流れ、そうです。それこの場合は国有林間いや管理経営法とも関係すると思いますけど、うん、国有林の管理経営とか林業をできるようになってますけども、うん、そこに外資が入りやすいモデルになってますから、うん、はい、そこにあの税金でなんか森林を守るという建前でそこに税金をつけると、うん、その分野にお金をまた回すことができますから、うんうん、太陽光のパネルとかメガソーラーの問題で再エネ賦課金つけて、うん、はいはい、それを実は横流ししてるモデルになってるんですけども、うん、それと同じようなモデルを作りたいんじゃないですか。構造は一緒ですよね、はい、同じだと思いますね、はい、だから電気料金の中に再エネ賦課金っていうのがもうみんなの中に取られてるんですよね、はいはい、取られてますからね、払っていて、はい、それが海外の企業とかに流れているし、はいはい、この森林環境税だってどこにお金流れてるかよく分かんないですよね、はい、そうですで国民から取って、はい、いろんなところにお金が流れていくみたいな、はいはい、腹立ちますよね、腹立ちますね、みんなよくでも気づかない人たちは腹立てずにすごいですよね逆に。いやだからそれをちょっとでもねこう気づいてもらいたくてやってるというのはあるわけなんですけども、でも気づいたらまあ腹立ちますよねみんな。普通はそうでしょうね。そうですよね。はい。っていうことは日本人我慢強いからそこが大変かもしれない。まあ、うん、もう本当に長所と短所が表裏一体。はい、そう。っていうのはあると思いますけど、ね。だからもっとあのね詐欺師たちはまだ吸い取れるまだ吸い取れるって言ってやってるっていうのは、うんうん、まだ怒らないから、うん、そう、もうちょっとやってもいいんじゃないの、うん、みたいな。今回の東京都知事選だって小池さん、うん、やっぱり素晴らしいって言って言う人とか結構いっぱいいると思いますよ、うん、ああ、多分僕らの周りではあんまりいないだけで一般の人からしたら、うん、多いのかもしれない。なんだっけ、学歴詐称でしたっけ。いや本当にねあれはねあれ裁判大きいなんか、ね、いやなんかだって告発した人は出たら裁判を起こすって言うてましたよね、うん、また新しい証言の態度で一緒にいた人が、そうなんだっけ、聴導員逮捕記者会見してもう、ね、それニュースにもね、うん、なってそれのなんか質問都庁でその質問になったらそれをなんかもう、うん、あの黙らせたみたいなね、そんな話にもなっとるぐらいですけど、うん、多分じいちゃんばあちゃんは、うん、あの知らないか知ってでもいいじゃない学歴ぐらいとかって言いそうな気がしてしょうがない。まあでも本当にテレビの画面で喋ってるとこしかわからないから、うん、その後ろ側までは全然気づかない人の方が多いかもしれないですよね、うん、もう今回出ないのかなと思ってたんですけど、いや可能性はあると思ってましたけど、うん、いやまあ結局ね、あなったで、でも訴訟になったらちょっとこうどうなっていくのかちょっと注目ですよね。もう今の日本、うん、司法も信用できないですからね、うん。